行きます。ドーデュース、昨日の宝塚記念はとにもかくにもドーデュースでした。京都からの帰りの車内も、ね、宝塚記念の結果で悶々としながら帰ってきましたね。今回は前半に皆様からいただいた宝塚記念結果のコメントを紹介させていただきます。次にパトロールフィルムで位置取りの分析、最後に私の考察を加えていきたいと思います。先週の天気だったらな、上位馬は全て真ん中より外の馬だったし、どこかで外に回したかっただろうな。今回はうちがガラ空きだったけど馬場が悪すぎたんでしょうね、ということです。とドーデュース残念でした。馬場適正の魚、もう少し動ける位置にいたかったが、ブローザホーンに蓋されたりだし、レース中雨降り出すし気持ちが消えたかもしれない。枠順もう少し外が良かった、なんなら大外13でも良かった。競馬に絶対はないな、難しい。ドーデュース自走のレース選択は気になる。個人的にはオーサムリザルトとともにアマリカに行ってほしいという、ありがとうございます。やっぱり道悪ではなく感覚が空くと鉄砲しなくなるんじゃないかなと思ってます。もうそれしか敗因がないんじゃないでしょうか、と。残念ですね、やっぱり雨はダメですね。秋のレースまで休んでね、天皇賞前に一度走らせてほしい。で良いですね、フランスはなくなりました。有馬記念のようなレースはなく、お馬さんが雨で走らないでしょうか、という。こんにちは。馬場で厳しいかと思ったけど、やはり厳しかったですね。道中馬があまり前に進みたくないような感じでしたね。これで凱旋門賞行くのか行かないのか、陣営も悩むと思うけど、個人的には国内で専念してほしいです。馬券はドーデュース軸で外したけど、また両馬場なら負けないでしょう、と。疲れ様でした。両馬場なら良い枠でしたが、外枠か先行できる馬に有利になってしまいましたね。秋に期待しています。やはり道悪は得意ではないみたい。両馬場だったら少し勝ち負けできたかも。フランスのコースダメなのが分かったですね。秋天皇賞目指してやり直しですね、と。竹さんは残念でしたが、菅原くんが勝ったのは少し競馬の未来が見えたような気がする。竹氏流星秋だと。今年の G1 は全部違う騎手が勝ちましたね、結局。やはり後ろから行って道中進路を失いかけて、どうにもならず印付けするしかなかったっていう悪い時の感じが凝縮したような宝塚記念だった。すごく残念と。秋まで休んで次のレースで頑張ってもらいたい。お馬さんは雨だと走る気になれないです。仕方がない。今日はパドック松島さんの姿見えなかったですよ、と。松島さんね、でもパドックにいたみたいですね。私もあのパドックはちょっと行けなかったんですけど、あの人多すぎで。でもなんか来てることは来てたみたいですね。テレビには映ってなかったのかな。もう竹さんもっと伸び伸び走らせてよ、最高の仕上がりをしてくれたのに、なんでうちに行くの。オーナーが松島さんだから乗り換わりはないけど、他の方なら乗り換わりと思います。竹豊の大ファンだから余計に悔しくて、と。まあそうですよね。まあでもうちに行けなかったらね、ちょっと後でまたあのパトロールフィルムを見ながらちょっと解説しますね。ドージュース並び豊か騎手には秋以降必ずブローザホーンと直接対決して、一着でブローザホーンにきちんと勝利して借りを返すことだと思います。そうですよね、ブローザホーンには本当雪辱してほしいですよね。このまま、まだ引退はしないと思うんですけど、ブローザホーンに勝たれたまま引退っていうのはねちょっとないですよね。で、返して重ままで勝ったら借りを返したことになるなと。重ままちょっともうやめてほしいですね。重まま本場はもちろんだが、両馬場でもやや重でも不良馬場でも勝たなければダメだからな、と。まあそうですよね、ディープインパクトはまあたらればですけど、あの不良馬場とまあ道悪で勝ってましたしね。粗品の呪いの粗品もドーデュースだったんですよ。ドーデュース頑張ったね、竹木豊騎手、お疲れ様でした。次回もこれからもずっと応援してるからね、と。
ドウデュース残念でした。やはり雨が NG なのでは。凱旋門賞の話がありますが、凱旋門賞は雨のイメージで、前回のようにまるで違った競技になってしまいます。年内は国内 G1 を狙ってほしいですと。やっぱそういう声が多いですよね。もうなかなか凱旋門っていうそのイメージがもうないですね。かつね、やっぱり雨だとダメでしょうかね。叩き両下型で仕方ないですね。休んで次のレースで日本で頑張ってもらいたい。ちょっと気分やなのかな。ドウデュースレース中突然の雨とか集中できない状態だったかな。先ほどジョッキーカメラの武豊騎手のアングルを見ました。キックバックがすごいね。凱旋門賞の時もキックバックがすごくて、ドウデュースの顔泥だらけだった。気持ちが切れてたのかも。仕切り直しだな、こんなもんじゃないのは知ってるから、次のレースでは本来の走りを見せてねと。確かにジョッキーズカメラのカメラがね、ブローザホン、あ、ブローザホンじゃない、あれベラジロペラか、ベラジロペラだとドウデュースについてましたね。でそのベラジオペラは外に進路を取ったんですけど、ドウデュースは内目というか真ん中というか、ドウデュースは泥だらけでしたね。まあ一番後ろから当たったっていうのもあると思うんですけど、お疲れ様でした。両ババは良いに越したことはなかったんでしょうけど、それなりに走ったように思いました。うちをつくドウデュースはイメージしてなかったですからね。そこまでうちを走っていたとは思いませんでしたけど、有馬記念同様止まってたら仕方ないで外に出してほしかったですが、出せなかったですかね。道中蓋されてましたからね。先着した馬は馬だけにショックではあります。 G1 未勝利馬が3と。ダメでもともと大外分回してほしかったです。インはドウデュース嫌いでは竹さんの大不安だから、なぜか腹が立って仕方ないです。同じ位置にいたソウルオリエンスが大外回して2着のように伸びない宇宙選択した時点で、どの馬でも加点は。 G1 で内選択してよく失敗するよなと。2着と1着の馬に外を塞がれている感じになっちゃったからね。自分で押しのけていくような馬ではないし、しゃあないかね。向こう上面で徐々に外に出さないと、あのまま内の後方からでは届かないし、騎乗をミスと血統からして母方に米国系ではね。うちも馬体は最高評価、ダートマイルくらいが適正あるかもよと。やっぱり雨だとダメでしょうかね。フランスはなくなりました。休んで次のレース日本で頑張ってもらいたい。ババ適性ってめちゃ大事なんだなと改めて思い知ったと。本当そうですよね。ドウデュースでも負けちゃうくらいですからね。同世代のイクイノックスが昨年勝っているレースでもあったし、豊さんとしてはなんとかこの宝塚は決めたかっただろうし、無念なことこの上ないでしょうと。まあ、そうですよね。去年のでもイクイノックスも結構ギリギリでしたよね。だから直線の最後ドウデュースがちょっと伸びてきた時に、あでも勝ったかな、ギリギリ、あでもギリギリだったなと、なんか去年のイクイノックスが思い浮かんだんですけど、まあ、そしたら外の方が伸びていたというね。友道さんも悔しいでしょうね。あ悔しいと、本当悔しいですよね。未だに悔しいですね。ドウデュースは大事に使っちゃダメなんだよ。使っていかないと。そして顔泥か足元か分からんけど、やる気があまり出ないのではと。まあ、叩き両下型ですもんね。まあ、ダービーも、まあ、2戦使いましたからね。お疲れ様でした。残念です。両馬場では突き抜けたなと。本当、両馬場でやってほしかったですよね。お堂武さん、たくさんの期待をちょっとお疲れ様でした。悔しいけど、また前を向いて、いつでも応援しています。これ、ルメールのとこ行かないと。なんですけど、ルメールお金返してルメールお金返してコメント結構ちょっと笑っちゃうドウデュース残念でした。でも怪我なく走り切ってくれてありがとう。やはり両方で見たかったです。前回の凱旋門賞もすごい雨で残念な結果でしたが、雨が NG なのではと。
まあでも本当、まあ怪我なく無事でってのが一番ですよね。まあ結果は残念でしたけど。四角から大外回して一気に末脚を使うことができませんでしたね。頑張ってください、いつも応援してます。豊さんもドウデュースちゃんも大好きです、頑張れ。ババがね、それに叩き入れを伺ったらしいね。一番人気でボロ負けはやっちゃった感満点だけど買う人も悪いよね。飛ぶ要素は満点だったもんなと、怪我なくてよかったと。まあでもそれでもやっぱねファンは買っちゃうんですよね。泥かぶりが嫌なのは、泥かぶりが嫌なのかな、ベストを発揮できなかったけど仕方ないわ。雨だって泥かぶるのだって誰だって嫌でしょう。最高峰だから前がほとんど見えないくらい泥かぶったと思います。豊さんも堂さんもお疲れ様でした。馬たちの目が支障ないか心配です。まあでも結構食欲はあるようですね。適正なのかやる気なのかわからないけど、これを見ると凱旋門賞は晴れぬガチャを当てない限りノーチャンスだなと思う。確かにそうですよね。まあでもほとんど主ですからね、凱旋門賞って。顔面蒼白だったのかな、凱旋門に向けてなんとか立て直しようと。凱旋門賞の練習でしょ、あの位置でさせないようでは凱旋門賞厳しい。まあそうですよ。この馬場状態は、馬の状態良かったと思いますね。この馬は外から気分よく走らせないとダメですね。まあ返し馬も馬場を捉えた走りには見えなかったですから、馬も合わなかったでしょう。もう旅フランスに出るのはやめてほしいですと。まあそうなんですね。やっぱりなんか竹内拓司の夢だって言われちゃうとね、なかなかあれですけどね、やっぱその上で行くというんだから、まあまあファンとしては応援しないとなとはあるんですけど、まあドーデュースじゃなくて別の馬で行ってほしいですよね。竹さんいつも応援してます、頑張ってください。軽い馬しか来てへん、竹は悪ない。これで秋は国内に専念でしょう。有馬記念連覇で引退と。変身で体も気象も完全にマイラーになってしまったから無理ゲー。秋天も JC 有馬も全部引っかかって、思ったほど伸びる竹内拓司がいつも距離かなと言い訳するよという。豊さん残念でしたね、悔しいですね。このレースでまた雨が激しくなりました。素人の私が言うのも申し訳ないのですが、ドウデュース直線コース外から外ラチから走ってくると思ってたんです。モババとかいろいろあったですが悪くはなかったですよね。ドウデュース自走を頑張ろう。豊さんの夢なら凱旋門賞に挑戦してください。行かないで後悔するよりはどんな結果であっても私はドウデュースも名馬だと思っています。もちろん馬のことを一番に考えないといけませんが、どちらであっても応援しています。ドバイから唯一の楽しみにしてたのに残念無念。一度最高峰ではなくサイレンスズカみたいなに切ってほしい、楽勝かもと。ドバイも今日の宝塚もなんか不完全燃焼があるんだよな。まあ怪我もなくレースできた、レース終えたわけだし、また来週から引き続き頑張ってほしいですねと。まあ帝王賞もありますし、デビューから豊さんのファンの私の見解です。これまでコメントやレースを見直してみると、豊さんとオーナーはもう一度海外調整をする気ですが、おそらく旧車側と生産者側はいい返事をもらってなかったんじゃないかなと。ブローザが仕掛けた時に一緒に上がっていく手応えがあるのに、鼻から打ちをつこうと行こうとしてました。堂々と道割れで勝ってアピールしようとしたんじゃないかと勝手に思ってました。豊さんは絶対できる、大丈夫、絶対持ってる。この映像を見る限り今日の竹内拓司ドウデュースにとってはうまく踏めないレースだったんだろうなと思います。後ろ向きの2人は関係者なのか定かではないけど、竹内拓司の無念さをにじませているというよりむしろ晴れ晴れかな。
秋の実装を巻き返しに期待します。タッケ来年、タッケ宝塚記念はまた来年リベンジ、タッケはくよくよしません、次の1勝です、応援していますと。これ関係者の2人との引き上げの時の動画なんですけど、1人は1人はエージェントです。この太ってる方がエージェントですね。当の昔から武豊が G1 の一番人気で勝てない時代なんだよ、今日だって馬の調子は良かったけど一番人気を背負った騎手の競馬をしてないもん、クリストフだったらしっかり抱え込んで引っかからずに外に出して勝つ映像が見れてるもん、どういう考えであの騎乗になったのか教えてほしいわと。いつももう人馬無事でと、次に期待です、豊さん大好きです、イクイノックスに勝ちたのはたまたまか、ファン投票1位断然一番人気の馬を副賞圏内を持ってこれない騎士、タッケタッケ宝塚記念来年イベンジ、タッケはくよくよしません、次の1勝ですね、応援してます。タケシ菅原に蓋されてますともね、ほんまは外に出したかったんでしょうね、一番人気だからマークされるのは仕方ない、次走はドーデュース本来の走りを見せてください、今回宝塚記念アンラッキーな日だった、私の大事なお堂ちゃんお疲れ様でした、無事タケちゃんと戻ってきてくれてありがとう、これから先も応援続けることは変わりません、前川さんいつもありがとうございます、ドーちゃん負けられない立場でこの結果陣営もやりきれない辛い思いもたくさんあるけどそれでも大好きです、次は勝つと信じてます、本当にお疲れ様でした、思い入れが強いほど悔しさも強い、涙が出ました、武さんの悔しさの反面菅原さんブローザ4の初 G1 は嬉しさの涙、生き物ですし、それに加えて天気も運任せ、武お堂残念だったけど人馬ともに無事で終えられてよかった、タイトルの道悪の夜に中とかっこいいタイトル、ありがとうございますおはようございます、悔しいよドーデュース次頑張ってほしい、友道先生涙ぐんでましたね、私をどうまた応援してます頑張りましょう、友道さんの動画を撮ったんですけどちょっとあまりその長く、まあ、引き上げできちゃうかなっていうのもあったけどあんまり長くなんかちょっと撮ってられないほど痛々しさが感じましたね、重ババで最高峰の位置取りはダメよ明らかな騎乗です、まあでも最高峰、まあブローザ4もね、結局、最高峰から、まあその前でしたから、ドーデュースの前にいましたからね。この後はリフレッシュ休暇、これルメールとか。雨は走らないかもと思いながら軸にして撃沈でも無事にレースを終えたので、決まってました。先ほど高岸、ドーデュース凱旋門賞は必ず行ってください。たくさんのコメントありがとうございます。毎回コメントは全て拝読しているんですけど、まあなかなか返信ができなかったり、すぐにハートマークを押せなかったりしてるんですけども、まあ、更新のモチベーションになりますので、まあとても本当ありがとうございます。で、考察用にですね、オフィシャルからパトロールフィルムをかっぱらって使用させていただきますと。これは、向こう上面から、これは同時に最高峰にいますね。すぐ横にブローザホーンとローシャンパーク、ソウルオーリエンス。ですぐ前にジャスティン・パレスですね。3コーナー前で、ローシャム・パークが動きますね。その外に、その横にベラジオ・オペラ。まだドーデュースは動きませんね。で、ブローザ・ホーンが動いてソウル・オリエンス。その後にドーデュース。まあ、この時まだ大外に行ければ、大外に行こうと思ったら行けたはずですね、ドーデュースは。ブローザ・ホーンとソウル・オリエンスを大きく外へ回って、出ますね、かなりここはロスがあったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、逆にドーデュースは経済コースを走っていますね、まあ、しかも、芝がちょうど悪くなっているちょうど1頭外を走ってるんですね、これはもうさすがとしかないんですけども、実はねここが勝負の分かれ道になりましたね、ポイントは6レースの3歳未勝利戦ですね、この日の武豊騎手は宝塚記念を除くと唯一の芝コースでしたね、で騎乗したカルディアはここにいました、勝ったルメールはここ、この位置取りはドーデュースが取った位置取りとほぼ同じ位置なんですね、武豊騎手はおそらくこのレースでこの日の馬場を読んで宝塚記念はここをつこうと判断していたんだなと思いますね、ところがねこの日8レースから10レースぐらい、まあ11レースの時もそうなんですけどかなり雨が降ったんですね、
で8レースの菅原騎手のポジションですが、ここにいますね。ドーデュースが取った位置と同じ位置にいますね。おそらくこの日のトラックバイアスは午前中はここがいいという、まあ、土曜日とか6レースぐらいはここがベストだったんじゃないかなと思うんですね。で菅原騎手はこのレースでここは伸びないぞという判断をしたんではないかなと思いますね。でそしてもう一つドーデュースにちょっと悪かったのは、大外の青い帽子がね、川田騎手のフレーミングフープというまで、これはあの友道厩舎の管理馬なんですね。で大外から全く伸びずですね。でここでなんか陣営はもしかしたら大外は意外と伸びないぞという判断をしたいかもしれませんね。フレーミングフープの母は、フレーミングフープの父はハーツくらいですね。そして9レース菅原騎手はここの位置を取りました。おそらくここで外の馬場の感触をつかんだんじゃないかなと思いますね。でもう一頭横山武史騎手がここにいます、ね、武史騎手が選択した場所と同じポジションですね。やっぱここがやっぱり良かったんでしょうね、おそらくね。ただやっぱり雨で思ったよりもここが悪くなっていたという。で武史騎手もこの位置が悪いという判断をこのレースでできたんじゃないかなと思いますね。なので進路としては武豊騎手はこれ以上ないベストなポジションを取ったんだと思ったんですが、それ以上に雨が降って馬場が悪くなってしまったと。8レース9レースに乗っていたらそれが分かったんじゃないかなと。まあ休憩中もねレースは見てるはずなんですけど、おそらく現場でやっぱり掴んだ感触とは違うんじゃないかなという感じはしましたね。まあそれでも馬場の違いはあったというね、この負けはちょっとショッキングですね。まあ今回はドーデュースにとってね、まあ、まあただまあ負ける材料は揃ってましたね。まあ叩き量化型傾向がというのと、まあ今回の馬場と、あと土曜日にね複数勝ちした翌日は勝てないというジンクスがありますんで、まあでもそれでもそういうものは全部吹っ飛ばしてね圧勝してくれる姿を想像していたんですけども、まあ残念でしたね。まあでも陣営の無念さは計り知れませんね。秋はどうするんでしょうね。凱旋門か、やっぱ国内か。やっぱり国内というやっぱり意見が多いんですけど、まあ、フランスのね、道悪からしたら今日の馬場はこの程度というくらいのレベルだと思うんですけど、それでも判断を、行く判断を下すのか、国内専念するのかね、どうするのか。まあ多分近いうちにある程度の方向性は決めると思うんですけど、まあ私的にはまあ国内でトライアルからモリモリ走ってもらって、まあ今回のブローザホーンに接続して秋三冠を達成してほしいなと思うんですけど、まあ国内海外にしても陣営の選択を尊重したいなと思います。まずはドーデュースをゆっくり休ませて、まあ秋は元気な姿を見せてほしいです。今回ちょっと長くなったんですけど、ではコメントをいただいた皆様ありがとうございました。それではまた。